2007年ターリバーン韓国人拉致事件は2007年にアフガニスタンで発生したタリバンによる韓国人23人の拉致事件である。この事件では韓国政府が安全上の問題があるとしてアフガニスタン行きを延期するように要請していたのを無視し、現地の状況を把握しないままに入国したことなどから被害者への同情はあるものの、いわゆる自己責任論を問う声も少なくなく、別のキリスト教団体なども非難を受けたり謝罪を行うなどの事態となった。また、ターリバーンと韓国政府が直接対等の交渉を行い、身代金が支払われたとの報道や韓国政府が直接対等の交渉を行い、身代金が2000万ドル以上も支払われたとの報道、ターリバーンの要求を飲む形で、アフガニスタンに派遣されている韓国軍の撤退を発表したこともあって、在外韓国人が拉致を含めたテロの標的にされる危険性が高まったとの指摘もある。なお、韓国では複数のキリスト教団体が先を争うように海外布教を行っているが、現地の文化、慣習を無視した軽率な行動をとることも多く、現地でのトラブルの原因になる場合もあるという。特にこの点については各国から批判を浴びている。BBC ニュース26ジュライ2007、チョスンオンライン31ジュライ2007、ロイター、サットセプテンバー1、2007、クリスティニティトデイ26ジュライ2007。ありがとうございます。